緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のラミューをまずまずのスタートを見せています。先行争い、佐藤ラミューでしょうか。中から鍵の本編出てまいります。差がなくラミューを上に加わっていきます。うちに4番ライボーリア、少し遅れて15番ウジオのこの位置にサイモネイト、半端ほど遅れてミナピング、うまく折り合いをつけながら進んでいくのはスワーブ・アラミス、漆黒の馬体タイル唯一の賛成がリベイクフルシティ、そのうちにデュークローです。内からエルビワン・グラン、外の方からロードレガリス、その後ろからコスモポポラリ、外目からはミヤミザオル、内側のこの位置にマンガン、離れたしんがりは取り消し、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然鍵の本店、レースを引っ張ります。2馬身後方にラミュー王、さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭は鍵の本店、リードは2馬身、これを追って2番手にラミュー王、そして間からリベイクフルシティ、さあここから直線内をついてライブローリア、やってきている。内からサイドメイキュー、ドバン上がってきている。デュークロフェス現在6番手、リベイクフルシティ当たりも来ている。外からタイル、ロードメガネ追いすがる。ランリュウオー伸びてきている。残り200を切った。ランリュウオー、ランリュウオー、ランリュウオー、先頭うち鍵の本店一頭抜け出した。ガッツポーズでゴールイン。ランリュウオー快勝を勝ったのはランリュウオー。2着争いリガキング、スワーム・アラミス、この2頭の体勢は微妙。勝ちタイムは1分51秒1。勝ったのはランリュウオー。各馬ゲートに収まり、今ゲートが開きました。人気のスワーブ・アラミス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が入るでしょうか。中から鍵の本店出てまいります。その外をついてラミュー王上がってまいります。その後ろにライボーリア、内に2番サヨノメイチ、15番折り合いが悪そうです。外から追走ミナピング、外から10番スワーブ・アラミス、唯一の賛成リベイクフルシティ、内にいるのはデュークローフェス、内側にロードメガリス、並ぶ形内に並ってタイル、外から追走エルビワンブラン、1馬身ほど離れてマンガン、外から追走コスモポポラリ、外から差がなくピンクの帽子ミナミザオル、そして取り消し少し離れて最後方、こういった体勢です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はラミュー王、残り600の波乱棒を通過しました。2番手追走は鍵の本店、さあスワーブ・アラミス動いた。各馬第4コーナーを回りました。先頭はラミュー王、スワーブ・アラミス、そこから届くのか。サイオネイチ上がってきている。ユーロバン追走、ロードメガリス当たりも来ている。リベイクフルシティ追走、外からユーロフェス、先頭はランリュウオー、続いてその内からカジノポンテン単独先頭、内ランリュウオー、ライボーリア、ライボーリア、2番手はランリュウオー、ライボーリア、先頭でゴールイン。勝ったのはライボーリア、2着にはミガキング、3着にはユーロバン。勝ちタイムは1分51秒7。勝ちましたのはライボーリア。各馬ゲートに収まり、今ゲートが開きました。人気のラミュー王、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何がいくのでしょうか。中から鍵の本店出てまいります。外からラミュー王押して上がっていきます。内にいるのはライボーリア、1馬身ほど離れてサイドメイク、いい感じで折り合っています。15番その外にミガキング続いています。唯一の賛成はリベイクフルシティ、内側のこの位置にロードレガリス、タイル、その内を通ります。外から差がなくオレンジの帽子デュークローフェス、内側のこの位置にスワーブ・アラミス、内にいるのはエルビワン・ブラン、2馬身後方にミヤミ・ガオウ、内の方
消しのポケラリカ。マンナーもしっかりと折り合っている。信頼から折り消し、こういった体勢です。ジョッキー感の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭は鍵のポンペン。さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭は鍵のポンペン。リードは2馬身。残り600の波乱棒を通過しました。2番手追走はダミューをニナピング。早くもここで動いた。各馬第4コーナーを回りました。ライブローリア追走。ユーロバン現在5番手。サイドネイチャー上がってきている。ロールメガネス当たりも来ている。外からユーフロフェス。タイル追走。リメイクフルシピ当たりも来ている。ダミューを外から並びかける。残り200を切った。ダミューを、ダミューを続いてその内からマジノポンテン。ガッツポーズでゴールイン。ダミューを快勝。1着ランリューロー。2着にはカジノポンテン。そして3着にロードレガリス。勝ちタイムは1分51秒0。勝ったのはランリューロの一瞬です。体勢完了。今ゲートが開きました。人気のスワーブララミス、まずまずのスタートを見せています。先行争い。さあ何がいきますか。中から鍵の本店出てまいります。その外についてランリューを上がってまいります。いい感じで折り合っています。ライボーリア、あとにはスワーブララミス、内に並んでサイドネイチ、その後ろからデュープロフェス、唯一の参戦がリメイクフルシティ、そのうちにデュードバン、タイル、その内を通ります。外の方からニナピンム、外から追走ロードレガニス、内を下がなきエルビワンブラン、その後ろからマンガミナミザオ、続いています。一馬身差でオスモポポラリ、そして取り消し、少し離れて最後方、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はラミューオ、内にいるのは鍵のポンペン。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はランリューオ、残り600の波乱棒を通過しました。鍵のポンペン、ピタリと2番手追走。南側を差を詰めてきたランリューオ。先頭スワーブララミ、5番手まで上がってきた。内からマリノメイチ、リメイクフルシキ、現在6番手ユーフロフェス、当たりも来ている。外からはマンガン、外からユーロバン、1頭抜け出した。2番手のカジノポンテン食い下がる。先頭ここでスワーブアラミス、先頭はスワーブアラミス、2番手はライフォーリア、スワーブアラミス今ゴールイン。1着スワーブアラミス、2着入線はライフォーリア、3着にはミガキング。勝ちタイムは1分51秒7。勝ちましたのはスワーブアラミス。緊張の一瞬です。体勢完了。今ゲートが開きました。人気のラミューをまずまずのスタートを見せています。先行争い。さあ何がいきますか。外からピンクの帽子ラミューを出てまいります。並ぶのがうち鍵のポンペン、2、3マシンと離れてライボーリア、うちにいるのはサイドメイチ、競り合うようにして外リュードバン、ファンマシンと遅れてニナキング、うちを見るようにしてスワーブアラミス、その外にリュープロフェス、ロードレガニス、その内を通ります。唯一の賛成はリメイクフルシティ、続いて差がなくタイル、外の方からエルビワンブラン、内側のこの位置にマンガン、1馬身差追走。8番コスモポプラリカ、外から追走ミナミザオ、そして取り消し、少し離れて最後方、こういった体勢です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は現在鍵のポンペン。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はまだ鍵のポンペン、その差半馬身、残り600の波乱棒を通過しました。ラミューを2人と2番手追走、そして間から南側を、第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ライブローリア現在3番手、サイドメイチ上がってきている。ユーロバン現在6番手、ラミューを外から並びかけるユーロフェス、追いすがる、外からリメイクフルシティ、
残り200を切った。ランニング王わずかにリード。続いてイガキング、先頭はランニング王、2番手のイガキング食い下がる。ランニング王、ランニング王ガッツポーズでゴールイン。ランニング王快勝。勝ったのはランニング王、2着にはサヨノネイチャ、3着にはライフォローリア。勝ちタイムは1分51秒1。勝ちましたのはランニング王。